お疲れ様ですや50です。す、えー。翼の党の黒川さんとか根、ね、本君杉田さんが、えー、衆議院15区の補欠選挙でですね、えー、公職選挙法違反ということで今捕まっちゃってるんですけど昨日10月31日に追送検、えー、されたという記事を見ました、えー、皆様追送検という言葉は分かりますでしょうか再逮捕とか追起訴とかと似てますよね、えー、今日の動画は、えー、この辺の違いを説明していこうかなと思います ちょっとマニアックな話になるんだけどね。じゃあまず追起訴からなんですけどえ、追起訴っていうのは既に起訴されたものに対して新たな罪状で追起訴を行うということですね。つまりですね、えー、検察が一度の起訴で、えー、全ての罪状を追及できなかった場合とか、後から別の犯罪が明らかになった時に追加で起訴するっていうことを指します。例えば、窃盗で捕まった人がいたとして、 その後に捜査をしていく中でその時に殴ってたと暴行してたみたいな証拠が上がった時に暴行罪について追起訴しましょうとということになります追起訴することによってですね後に行われる裁判に対してその新たな罪状が裁判での審理の対象になるためにその別の視点の事件のことも加わって審理が進んでいくっていう形で進行していくと。 はい、次に、えー、再逮捕ですねこれは超分かりやすいと思います再逮捕っていうのは一度逮捕しますとで逮捕された者が交留期間を経て釈放されますで別のことで悪いことをしていることが発覚してもう一回手錠をかけて再逮捕するという場合とえもしくは逮捕して、えー、20日交留になりました交留されてる間に別の悪いこともめくれてしまって交留されてはいるんだけど もう一回逮捕して別の事件での捜査を進めていくと。で再逮捕っていうのは同じ容疑に対して行うことができないんですね。なので新しい容疑とか別の犯罪が発覚した場合に限るんですね。誰かを殴りましたと。ね、被害者が被害を届け出します。犯人が捕まりました。犯人を留置所に入れました。でその傷害事件について調べていたら実は被害者がまた別にいたと。でこっちはは害ではなく 暴行だったとその人が被害届を出します再逮捕できますという感じになりますねで当たり前なことなんですけど再逮捕には新たな証拠とかね再逮捕しなければならない理由っていうのが必要になるので法律に基づいた手続きっていうのが厳密に適用されるとそして最後に追送権なんですけどこれはちょっと聞き慣れない言葉だと思うんですけど追送権っていうのはすでに捜査済みの事件に関して あとからですね、えー、新たな証拠とかね追加の容疑が出てきた時にそれを捜査資料として検察に送るということになりますでその追送権っていうのはその逮捕とか起訴に至る材料としてえ追加の資料として検察に送るっていうことが見られるんだけどこれはですね、まあ、新たに全然違う重大事件を、えー、その犯人が犯していたとかこれはねもう明確に 逮逮捕捕要件を満たししていいいいるとととか、そういう場合じゃないと再逮捕はしな再は思います。新しい事件の新しい証拠が出てきたっていう場合に追送権が元で再逮捕に至ることはあると思うんだけどこの場合の追送権は同じ公職選挙法違反というくくりの中で別の党のことも追い回したりしてましたよっていう追加の資料を送るみたいな。 ノリなのでここから最大とかはないと思いますね、えー、ついでにこんなこともやってましたよこれもみ見といてくださいって、えー、検察が、えー、裁判で休憩するときの、えー、資料の材料の一つとしてこれも見といてくださいみたいな、まあ、そういう意味合いの追想家だと思いますでまあ再逮捕が考えにくい理由の一つとして、えー、翼の党のメンバーさんたちの初公判が来月11月の20日に行われるということをですね メディアのの方が発表してますのでえメディアからの発表っていうのは警察からのリークによるものなんで,でこれがですね仮に再逮捕とかを狙ってるのであれば初公判の発表とかわざわざしないと思うんですよねでそれにですね決勝はこれで一連の捜査を終結しましたっていうことも書いてあるのでここから新たに捜査が始まるとかっていうのは非常に考えにくいものになると思います最後にですねこの追 再逮捕・追送検というのを簡単にまとめますとえ追起訴というのは既に起訴された人に対して新たな罪状で起訴するということ再逮捕というのは一度逮捕された人が釈放されて別の容疑で新たに逮捕するということもしくは逮捕・拘留されて中にいる人に対して別件の容疑で新たに手錠をかけるということ1個の事件で20日拘留されて 20日の捜査期間が終了するという時にえまだ捜査が足りない別件でこんなこともやってるっていう時に再逮捕してもう20日捜査期間を延ばすとかねでそういう感じになります追送権というのは単にえ事件を捜査してる中で新たな証拠とか容疑が出てきた時に検察にこんなこともやってましたよっていうことでえ書類を送るっていうだけですねで,追権が元で再逮捕とか っていうことにもつながる場合もあるんだけど新たに送った資料によってですねいろんなことが発覚してじゃあもう一回手錠をかけますかってことにもうつながりかねないことではあるんだけども今回のことに関しましては先ほど説明した通り裁判の初公判の日程も決まってますしメディアで発表もしてますので,でそれは考えにくいのではないかなというところでございますで僕はですけども執行猶はあるかなと思ってますねこの公職選挙法っていう のの違反のの罪がどれぐらい重い重かっていうのは全然調べてないんでわかんないんですけど事件の内容的にあんまりもう一発で懲役に行くとも考えにくいので、まあ、春ぐらいまでには裁判終わるんじゃないかなとは思ってるんですけども納得いかないっつってそこから控訴とか上告とかってやっていくと、うん、結構長引くんで夏とか過ぎちゃうかなっていう感じになると思います、まあ、今日はですね刑事事件の結構マニアックなところをお話ししましたので まあ世間一般の人から考えればですね、捕まってその後どうなるかっていうのとか、そのどうなるかの種類とかまでは、あんまり考えないところだと思うんで、一応説明の動画ということで、撮らさせていただきました。実際、刑務所に行って出てきて、刑務所の中はこんなでしたみたいな、元受刑者さんへのインタビューとかもですね、これまで散々やってきましたので、この動画で僕を初めて知ってくれた方はですね、過去の動画とかもいろいろ見ていただけると嬉しいです。 それではチャンネル登録よろしくお願い致しますお疲れ様でした